ということで、皆さんこんばんは。皆さん、前回のひろたろうクッキング第1弾からあれから何ヶ月過ぎたことでしょうか。そんな過ぎてないわ。すごい好評の殺到をいただきました。コメントありがとうございます。これも何もかもくるみんのおかげです。今日はなんとゆうちゃろのご要望にお答えしてチーズタルトを作っていきたいと思います。ということでですね、早速ひろたろうクッキングスタート。まずはタルトの生地から作っていかなくてはいけません。まず材料の説明です。見えますか。事前にふるっておいた 120g の薄力粉、 30g の砂糖、汚いんですけど卵黄のみ、こちらバター 50g をご用意させていただきました。ということで、まずはバターと砂糖を炒めるのだ。混ぜるのだということでですね、こんな感じで、あんなにぐちゃぐちゃのバラバラだった2つ、砂糖とバターがこんな感じで一体化しました。で、ここで、卵っていうのはこのね、白身は入れませんよ。こちらの卵黄のみと、オレンジキュラソーを入れます。美味しそうな匂いが変わりましたね、皆様。オレンジの匂いがしますか？どうやったら映してるやろな、まずドアップしてるやろな。ドアップしてません。ほんま、第1弾の動画ドアップにされたほんまにおこおこですよ。ということで、こちらまた混ぜていきたいと思います。どこつけての麦が、ここよ、ここ。まあ大体こんな感じで混ざってきましたので、次は先ほどふるっておいた小麦粉ですね。こちらとさっくり混ぜるみたいなのでいきたいと思います。ということで、こちら投入しましたので、今からさっくり混ぜてまとめていきたいと思います。だいぶさっくり混ざりましたので、合ってんのかなこれ。まとまりましたら、生地をタルト型、これ今回15センチの、見えます、大きめに伸ばすみたいなので、こんな感じの比率なので、これ一杯にクッキングシートを引いて伸ばしていきたいと思います。では今から伸ばしていきますよ。皆さん見ていてください。できました。こんな感じで伸ばしました。だいたいはみ出るぐらいに、置いてますので、だから1時間以上冷やさないといけないので、最低1時間ですね。なのでちょっと今から1時間冷やしていきたいと思います。その間にこのタルト型に周りにバターを塗っていきます。で、その1時間後出来上がった生地をこちらの中に入れていきます。なのでちょっとバター塗って1時間待ちたいと思います。これが1時間経ってできた生地です。ということで、これを型に入れていきたいと思います。フォークで穴を入れるみたいですね、ランダムに。ここから中に入れる生地を作っていきたいと思います。まあ、この時点で一度15分ほど170度の温度で焼く方もいられるみたいですけど、ブータローの作り方は中の生地と一緒に焼き上げたいと思います。このクリームチーズを今回使わせていただくんですけど、中の生地はこのクリームチーズがすごい便利で、中開けてもらうとこんな感じで、見えますか、 50g、100g、150g、200g って書いてくれてて、結構グラム測るのめんどくさかったりするんですけど、こんな感じで分かりやすく書いてくれてます。まず先ほどおすすめしたこのクリームチーズ 150g 分と、全卵卵、白身を混ざった1個、あと牛乳 100ml、 あと小麦粉と砂糖、小麦粉は大さじ2杯、砂糖は大さじ4杯を混ぜていきます。その前にまずこのクリームチーズを練っていきます。ということで、これ 150g 入れたクリームチーズを練っていきます。生クリームと卵と小麦粉と砂糖を全部入れていきます。はい、目を混ぜていきます。先ほど作ったクリームを入れました。で、ここから170度の温度で1時間ほどオーブンで焼いていきます。
ってことで出来上がりを楽しみに待っておきましょう。成功しますように。5、4、3、2、1、できましたということで、今回は失敗なくいけたのでしょうか。開けてみたいと思います。じゃーん、あれ、じゃーん、なんかお山ができてる。できました、チーズケーキ。ということで、じゃあ早速ゆうちゃろうさんをお呼びしたいと思います。ゆうちゃろうできましたよ。動画必死にゆうちゃろうのために作ったのにトラマラしながら寝てます。悲しい。ということでですね、ここがすごい膨らんでるもっこりもこみちみたいになってんのよ、ここが。まあ、っていうことで、ゆうちゃろうさんに食べてもらいたかったんですけど、ちょっとブー太郎がちょっとだけ味見して、残りは明日ゆうちゃろうに食べてもらいたいと思います。っていうことでですね、ブー太郎が今からこちらの自ら作ったケーキを寂しくなんでゆうちゃろう寝とるねん、ほんまひどいやろ。ご要望に応えて作ったのに、この一人で食べないといけない寂しさってことで食べてみます。ということで第2弾はここまでです。一人で食べてる姿はちょっと見せたくなかったので、ここでカットしましたということで、チャンネル登録よろしくお願いします。また第3弾お楽しみに。ゆうちゃろうのバカ野郎。